え、じゃあさ、生年月日は1995年。はい、まず数字術からちょっとやっていきますね。メイン番号が9っていうのがメイン番号で、6がサブ番号になります。はい、今何歳ですか？うん、ここが天柱札です。今ね、運気はね、すごいいいわけじゃないんですね。これからどんどん良くなっていくので、これ良くはないです。良くないんだ。良くない、今は。一番いいのは足して9になるといいんですね、年が。例えば27とかすごく運気が高くて、27歳の時は多分引っ越しするとか、そういう新しくこう何か仕事が変わるとか、そういうことがあるんですよね。メーカー超えたら断捨離です。ちょっとね、こう天柱札って片足が入っちゃってるので、運気がちょっと人の助けが必要になったりとか、自分だけで解決できないことがあると思うから、こうね、苦手なタイプって理論的な人とか、そういう人が結構苦手なかもしれない。9っていう番号っていうのはすごく強い番号で、例えば学校とかで、先生が嫌だったら、尊敬してる先生だったら全然何でも聞くんだけど、嫌な先生だったら学校行かないみたいな。あ、もう本当にそれ、そういう感じの人が多いんですよ。学校行かなかった。基本的にその腰は軽いっていうか、そのどん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 突き進める人で、女性の起業家に多いのがこの実は9番っていう番号。おそうそうそう、9番ってね、出世、女性はただね、9番っていうのが、女性の9番っていうのは円形脱毛になりやすかったりとか、結構頑張りすぎちゃって、仕事はできるんだけど、ちょっとやりすぎ、几帳面にやりすぎちゃって、まあ、誰でも仲良くできるんだけど、自分が信じる人以外注意聞かないっていうのがこの9番の特徴で、だからその自分が信頼できれば本当にいい関係になれる感じ。で、例えばこれが気になる人がいたら、その生年月日があったりすると相性を見れたりとか、あ、この2人は合うなとか、それやってほしい。そういうのができますよ。へえ、まあ、生年月日が分かればですけど、1900、これ別に動画に入れしない方がいいし、あ、どっちでも。でもこれさ、例えば今後さ、この人じゃない人と出会った時にさ、誰になってる？全然気にしない。これは今のことじゃない。この人付き合ったの？うん、彼氏。うん、めっちゃいい。だって一緒だもん、倦怠期だけど。一緒一緒、番号が、番号一緒。本当だ本当だ。そう、メイン番号9のサブ番号6。だからこれはどういうことかっていうと、いや、ね、彼の方が今運気が高いんで。羨ましい。彼は今この3点に入って、この3点に入ってるんで運気は悪くないです。うん、だから何かを決めるときは彼に決断させた方が今はいいかもしれない。なのでこの彼との相性はめちゃめちゃいいです、なかなか出会えないと思う、この彼と。マジ？そう、なのでできれば頑張った方がいいかも。マジか。うん、苦しい。そうなんだ。なかなか出会えないです、この一緒っていうのは。お互い理解もできるし、で、すごいアクティブだと思う、この二人は。うん、例えば何かやるときも、よしやろうぜみたいな感じでノリもいいし、すぐ行動できるから、例えばさっき言った147の数字の人とかと一緒になったときに、すごいあの人よかったなと思うと思う。あの人はなんかそんなすぐやってくれたけど、この人例えばなんでこんななんか難しく考えるんだろうとか、別にやればいいじゃんとかって思っちゃうタイプの男の人とかだと、彼やっぱよかったなって、別れたとか思っちゃうかもしれない。でもなんか今だからかな、このいい運気だからかな、わかんないけども、なんかいろいろ始めて。ただこのタイプの人は基本的に6っていう数字も入ってるんで、お互いね、6って基本的にスイッチが入っちゃうと、普段はもう温厚なんだけど、スイッチ入っちゃうとめっちゃ切れるみたいな。あ、そう、すっごい切れる。そう、お互い、それはミミさんもそうだ。そう、そのスイッチに入った瞬間めっちゃ切れるんですよ。だけど本来は普段はすごい温厚なの。だから基本的になんか切れやすい人、意外と6番多いです。うん、だってもうお互い喧嘩したら、別にすっごいしょうもない、ほんとにちっちゃい喧嘩なのにバーってなって、なるなるなる、もう近所迷惑みたいな。なるなる、そうそうそう。へえ。だけど普段はちょっとしたことじゃ怒らないのにね、ノリで喧嘩になっちゃうからね。何か何か分析してこうでこうでとかじゃなくて、その時の感情でなっちゃうから、結構その多分いい時はいいのさ、彼はまあ結構軽いタイプなんで、軽いって女性に軽いとかじゃなくて、どん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 その自分の
そうそうそう、仲良くなって自分の基準を上げていきたいっていう人だから、うん、そのためにいろんなとこに足を運んだりとか、うん、そういう時にちょっと寂しい思いしちゃったりとか、うん、そこに女性が絡んできて、別にそういう浮気心があるわけじゃないんだけども、うん、そういうので、変にこうやきもち焼いてしまったりとかはあると思います。めっちゃある、うん、それ今多分それが今なんて言うんですねで彼も彼女の大切さを別れてから気づいちゃったりとかするかもしれないから、もし別れたとしても相性がめっちゃいいんでまた一緒になる可能性が高い。もしかしたら何かこうやろうとしてるときってこの番号の彼氏は、うん、ちょっとそういう彼女とかっていうよりもなんか今やりたいことにのめり込んじゃうから、あんまりやりたいことをやるとか言う、そうするとあんまりね必要とされないかもしれない。だからちょっと捨てられるじゃないけど一時的にはそういう感じになりやすいです。今捨てられてる状態なんだ、まあ、形としてはねだけどやっぱり必要、あ彼女良かったなって思える瞬間があるから、うん、そのタイミングで例えば連絡取り合ったりとかした時に寄り戻る可能性、寄り戻るっていうか今まだ別れてないかもしれないけどそういう風になる可能性が高いんで、うん、今やっぱりね応援してあげるしかないですね。あ、そうなんだ、うん、じゃあ何も言わない。逆に構ってってやっちゃうと疑われる。はい。あれ。応援してあげる感じが一番いいと思う。そうなんだ。うん。ちょっとそこをタロットで見ていきましょう。はい。まあ、あくまで今数字の遊びでしかわかんないので、タロットと数秘術で見ていきます。じゃあこれね。チーンとやって、空間浄化します。